芳香属ポリエーテルケトンは、ベンゼン環がエーテルとケトンにより結合した直鎖状、ポリマー構造を持つ、結晶性の熱可塑性樹脂に属するポリマーの総称。工業材料としては、ポリエーテルエーテルケトンが有名である。ポリエーテルケトン、ポリエーテルエーテルケトン、エーテル結合とケトン結合を交互に配置した、基本的な直鎖状構造を持つポリエーテルケトンと、エーテルエーテルケトンの順に結合を配置した、ポリエーテルエーテルケトンが工業的に製造され、特に後者は用途を拡大している。これらの他に、結合の配置を変更した、ポリエーテルケトンケトンやポリエーテルエーテルケトンケトンも、芳香属ポリエーテルケトンの一種である。また、現在は研究段階にあるエステル結合を加えたポリエーテルケトンエステルもこの群に加わる。5種類の製法に大別される。ただし工業化されているものは、嗅覚置換反応法と嗅電子置換反応法の2種類のみであり、残る3種類は特許開示がなされている。ペンキは、フッ素と水酸元を置換体として各単に結合させたベンゾフェノンを嗅覚置換反応で結合させて製造する。ピークはヒドロキノンとフッ素を置換体として両端に結合させたベンゾフェノンを嗅覚置換反応で結合させて製造する。触媒には炭酸カリウムなどを使用する。フッ素は置換体としては高価なため塩素などの利用も研究されている。ペンキは片方にケトン元を介して、旧電子剤として塩素を結合させた、すなわちアシル元 CCL としたベンゾフェノンをフリーデルクラフツ反応で結合させる。触媒には塩化アルミニウムなどを使用する。ペックはベンゾフェノンと両端に旧電子剤として塩素を結合させたケトン元を持つ、ベンゼン環を塩化アルミニウムなどを触媒として、フリーデルクラフツ反応で結合させて製造する。この製法では分岐構造や異種結合が起こりやすく反応のコントロールが難しい。ピークの製造法。工業化はされていない。タイコインターナショナルが特許を所有している。出願はレイケムだが、1999年の同社買収によって所有権が移転した。ピーク及びペックの製造法。工業化はされていない。インペリアルケミカルインダストリーズが特許を所有。工業化はされていない。ユニオンカーバイド社が特許を所有。芳香属ポリエーテルケトンの先駆けとなったピークは1978年に ICI が開発し、2年後に工業化した。電線の絶縁被膜や自動車用オイルシールでの利用から、その高い耐熱性や機械的特性の良さから用途を拡大している。電線被膜や電気、電子関連部品、エンジンなど高温部での使用を含む自動車、関連部品、ベアリング、ピストン部品、ポンプ、航空宇宙関連の材料部品、鉛フリーハンダ素材、電子回路基板など、耐薬品性や耐腐食性機能を活かし、薬品、溶剤、腐食性ガス製造ラインの部品にも活用される。高速液体クロマトグラフィー用のカラム、コンプレッサー用のプレートバルブ、超高真空用途、医療用インプラント用途、高解像度の磁気共鳴画像を使用して脳外科手術で頭蓋骨の一部を交換するために使用される。連続した高温の用途にも適している点と熱伝導率の低さから FFF 印刷でホットエンドとコールドエンドを熱的に分離するためにも使用される。ありがとうございます。